公役は、江戸幕府における職制。おかごの者、ご中間、おこびと、黒くわの者、ご掃除の者の五つの総称である。おもみ以下の御家人が就任する職で、番守る、腰、土木、運搬、清掃といった、江戸上城,城内の雑事を担当した。それぞれの役の頭を、公役の塔といった、目付の配下で、すべて不代席で世襲制であった。そのため、 病気などで勤務ができない者は、小不審に編入され、後に目付支配無役となった。なお、ここで言う子中間は、武家奉公人の中間とは異なる。将軍や生死が乗る籠を担ぐ者、単に籠の者とも称する。二十票二人ぶだが、三河以来の家柄であれば、役高五人ぶも別に与えられた。三つの組に分けられ、各組に、 カゴの者頭と世話役が一人ずつ置かれた。お籠の者は西丸にも設置されていて、カゴの者頭も別に存在した。徳川家康の存命中には、お籠ゴ党一人、お籠の者三十一人がいたという記録があり、時代が下るにつれて人員は増加した。将軍の失業に際して、黒木綿の表に茶色の裏付けの反転を賜った。将軍の身近に使える立場のため、 たとえ親兄弟であろうとも、一切漏らす猿まじくことという希少文を書かされた。籠の者は世襲制ではあったものの、身長が低いものでは籠を担ぐのに支障があるため、背の高い養子を取り合う継がせることもあったという。身長が低く、御用を務められないものは、同僚にその役目を代わってもらわねばならず、濡れてあたりという別途支給される手当をもらえなかった。現な2年。 おこびとやご中間とともに、本郷湯島にある組屋敷を配慮。当初は、駿河町と言ったが、元禄九年に三組町と改称された。漢文三年に本所四つ目手前にも組屋敷が与えられた。明和九年の明和の大化の後、三組町の組屋敷は、本郷春木町に、本所四つ目の組屋敷は、谷中の七面前に大地を与えられ、その後蘇我も二移転。 完成2年11月に、おかご等一人と、おかごのもの16人が、四谷サメガ橋の組屋敷を配慮された。かごのものを統括した役職。上中の赤字は消化のまずめで、目付支配。教法9年7月に60票高と決められる。かごのもの頭は、かごのものから登用されるほか、おかごの者の世話役や、小人目付、お広じき主張だったものが、 この職に就くのが通例だった。西丸のかごの者を盗撮した、西丸かごの者頭も二名おり、これも六十票高の昇化のまずめで、上下役であった。かごの者世話役は頭の指揮下でおかごの者を監督した。世話役はおかごの者と同じ二十票二人ぶち。三河以来の家柄の者は二十票五人ぶちを、救された。江戸城内のお長屋門。 大奥お長屋門、古五代の前新しんどこ、大奥前し切りのどなどの警備や、お使い、将軍が遠出する際の随行などに従事したもの。十五票一人ぶの羽織袴麻薬で、不代席。単に中間とも言う。定員は540から560人。これを、大中小の三組に分け、大組には、組頭四人、中組と小祖はそれぞれ組頭三から四名ずつが、 おり、これを五中間党三人が統括していた。中間からの出役として、旗お指の者、お持ちありの者、おが紙巻役、縁まかない、五組頭、五中間目付、五四の者、五番、大奥平治霧子番、大奥お長屋門番、大奥締め子番、五太鼓屋暮ら下戸子番,番、西丸お長屋門番、西丸五南度、口番、奥表示霧子番、二の丸お長屋門番、 二の丸五代所は鬼門番、西丸籠用屋式門番、大間屋定番、お広敷門番などがあった。五百枚の量はそれぞれ異なり、旗お指のものは十五票、お持ちありのものには五票半人ぶち、大間紙巻役には五票が支給された。三河以来の家柄である十数屋は、他の中間の家よりも放録は多かった。宝暦三年十月、次男。 三男から二十七人が新たに五中間となった。ただし、この者たちは、不代席ではなく抱え席扱いであり、これ以後は、不代席と抱え席の双方が置かれることとなった。中間には、他に、西丸五台所中間や、二の丸中の口門に勤める二の丸五中間もいた。五中間を統括する職、目付支配、台所前老下家の方、 おみ以下で80票だか。3つの組に分けられた中間を3名の中間頭が支配した。消化のまずめで、不代席の上下役。薬量として10票一口を支給。各組にいたフレバンセは役にも若干の手当が支給された。ご中間の観察にあたる職務。中間から任用されたため、中間目付と呼ばれた。目付の過料にあたる。 牢屋敷の見回りや、目付の縁国御用の随行、勘定書や町奉行所への出役など、職務は小人目付と同様であった。人数は50人で15票一人ぶ江戸城中の女中や奥役人が出入りする際の具部や玄関、中野口などの警備、誤師や物品の運搬などを職務としたもの、単に小人とも呼ばれる。15票一人ぶだが、 三河以来の家柄十八屋の場合は三十五票二人ぶちや三十二票一人ぶちであった。総数は五百名ほど。将軍の装束おなりの際には十数人が選ばれ、二人交代でお馬の口取りも行った。のしめに白張りを着用し絵帽子をかんむりって、将軍の手筒や身の箱などを持ち、亀名一人、馬印五人、なぎなた七人、小道具二十人、まかない六人、 造り方十人、日傘持ち一人が随行した。おこびとからの出役は、小馬印役の者、亀井坊、おなぎなた役の者、御小道具役の者、縁まかない、御仕組頭、造り取り、おこびとめつけ、西丸おこびとめつけ、お日傘持ち、おこびと押し、御玄関番、西丸御玄関番、中野口番、西丸中野口番など、小馬印役の者は、 薬量35票、仮名坊は20票、同じな,なた役の者は15票、五小道具役の者には5票がそれぞれ支給された。小人組と呼ばれる3つの組に分けられ、各組に小人と1人と、小人組頭2名が置かれた。また、西丸や二の丸、環状所や広史時期、甲府役人にも小人は設置された。法歴10年3月、小人の子息12人を登用し、 新規課会とした。江戸時代末期には、本郷金助長と、湯島切同士に役所を設置し、おこびとを両所に分けて所属させた。それぞれに触れ番を数名ずつ置き、死者というおこびとを江戸城に派遣し、小人頭から役割書を受け取り、有告に参集するおこびとに、翌日の文章を伝達する仕組みとなっていた。幕末には、 平成改革により鉄兵その他に編入された。おこびとを統括した役職。消化のまずめの上下役で80票だか。不代席でおまみ以下。定員3人。目付支配。配下のおこびとの中から才のあるものを選び、身近において、おこびとたちへ文章を伝達する際の記録や調査を行わせた。古くから設置されていた職務であり。 駿府政治ロックの慶長2年12月9日の上に、ご省人島の記録が残っている。西丸のお小人にも小人島がおり、慶安3年9月には、西丸小人島が2人いたという記録がある。江戸城内の土木工事や掘り、水路の清掃、通信文の伝達などを行ったもの。詳細は黒くを参照。江戸城内その他の清掃や、腰、物品の運搬をする職。 詳細は、掃除のものを参照。理長、別録では、おかご等3人、おかごのもの150人で、県境累点では76人。ハット後の巣鴨かご町。ABCDEF、理長より、秋吉大録より、店舗年間所約対外順より、AB、理印別録より、店舗年間所約対外順では、80票持ち縁で、 ルス居支配となっている。天保年間所役対外順では、中間東支配となっている。理印別録では、おまみ以下、おこびと3組、508人となっている。定常雑記より、508人いたときには、それぞれ171人、174人、163人の組に分けられた。小樹類園では、台所前廊下課の方、天保年間所役対外順によれば、 店舗年間には、役高70票。ありがとうございます。